気合が入ってるみたいじゃないか、東京。世紀末悪魔の御座へようこそ。東京、今日は思いっきり気合入ってるだろうな。我々の今回の大黒御座ツアーもついに千秋楽を迎えるに至った。千秋楽ということはつまり明日からもう御座がしばらくないということだ。諸君たちも明日からまた平平凡凡としたつまらない生活が始まってしまうのかもしれない。悲しいか。あんまり悲しそうじゃないな。悲しいという気持ちを込めて言ってみろ。悲しいか。悲しかったら泣け。ブーイングに聞こえるぞ。まあよい、東京、今日は諸君たち、その嫌なこととかうじうじしたこととかそういうものをバッと忘れるために来てるんだよな。全開バリバリで行くぞ。よし、たった今我が輩は諸君たちに呪文をかけたところだ。どういう呪文かというと、昨日までのつまらない諸君たちが一旦死ぬ、そして新たに怪物として生まれ変わる、そういう呪文だ。おい東京、怪物になるのは好きか。どうしてなったことがないのに好きかどうかわかるんだ。まあいい、我々世紀末構成員、どの構成員も皆なかなかごいすな竜を持っているようだ。おい、俺の恐竜が見たいか。エッチ。今度な。いいか、怪物になる際に自分の理性を野生が超えるようにしないとくだらない怪物になってしまう。例えばカッパ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 と言い続けるようなそんなものになってしまうのは嫌か。嫌に違いない。だから諸君たちも理性をかなぐり捨てて野生のままに踊りまくるのがいい。さあ、その準備はできてるか東京。ほら、諸君たちは怪物化してきた。もう踊り出したくなる。ムズムズしている。そう、さしずめ諸君たちは生まれたての恐竜といったところか。Yeah.
消費を気取る法則も脳みその自在獣たちも本当の興味は森の中それがなけりゃ生きてない人生を飛び越え建前と戦う動くとさ薄れ何でも勝ちだ